花尾弥郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。今日はあいにくの雨、珍しく雨模様になりましたけどもですね、今日は5月26日、音楽魂、楽しく始めたいと思います。なんか僕鼻声みたいね、なんかちょっとあれなんか鼻声っぽいね。いろいろねありますけどもですね、本日ね素敵なゲスト、僕も待ちに待ってましたけどもですね、ご紹介まずいたしましょう。中村浩一さんです。こんにちは。どうもこんにちは。どうも、ありがとうございます。それでですね、中村浩一さんをねご紹介していただいたのは、柳ジョージとレイニーウッドっていうねバンドがありましたけどもですね、はい、そこの、ミッキー山本さんからねご紹介いただいたんですが、今日はねベースを持って来ていただきました、ミッキー山本さん。どうもありがとうございます。どうも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 ご無沙汰しております。しばらくでございます。ということでね、どういうきっかけでミッキーさんは中村さんとそのやるようになったんですか？いや、僕もともとこの人が前所属してたバンドのマネージャーだったんですね、昔。いや、ほんのちょっとだね。うん、ほんのちょっとだけね。はい、でもね、その。そう、J-Walk？ J-Walk です。J-Walk って言っちゃダメですか？言ってもいいんです。僕が言うのは変わらない。僕が言うのもいいんです。J-Walk の、マネージメントやったの。一回ね、柳井と連絡で一回解散してるんですよ。はいはいはい。で、僕その時業界のことを勉強したくて、で、J-Walk のマネージャーやってて、そういう時はやっぱり売れない時だから、逆に密度が濃くて、もう2人でザーッと全国キャンペーンでね、もう珍道中ね。あ、そうなんですか。だからこの人はどう、この人どう思ってるか分からないけど、僕はもう一心同体のような。ああ。僕も思ってますよ。一心同体。これね、こちらの方ね、僕より年上なんですけどね、僕がマネージャーでこちらタレントって感じがあるから、僕はお父さんが気になる。今でもそうだね。いや、中村浩一さんといえばね、まあ J-Walk ですけども、実はね、僕、徳間っていうか、バーボンレコードに行った頃にね、一緒の時期があったんですよね。そうですね。で、僕らもデビューした時は、80年。はい、僕はね、もともとエピックだったんですよ、それからしばらく5、6年経ってから移ったんですよね、エピックソニーでデビューして、ちょうど80年ぐらいで、それでちょっといろいろあって、それでレコード会社変えて、行った時にもういらしたんです、すでに、J-Walk君、ジギーとか、ね、でもデビューは同じぐらいなんですね、80年。そうかもしれないですね。はいはい。札幌ごし、あ、北海道ご出身で、はい、そうです、はい、ね、はい、素晴らしい方がやっぱ北海道にもねたくさんいらっしゃいますね。僕九州なんですけど。そうですか。もうはいでセロいますからね。ということでね、早速先ほどねミッキーさんからちょっとこれをいただいたんですけども、これレイリーウッド、ウィズ中村浩一で、中村浩一、今度発売される、はい、ライブアルバムを無理やり作ってしまいまして。なるほどね、はい、やっぱりね、なかなか地方に行けなくて、でもやっぱり見たいとかいう方たくさんいらっしゃるので、はいはい、じゃあまあちょっとライブの雰囲気をちゃんと伝えるものを作ろうということで、本当に会場の、あ、これライブ版、ライブ版です、会場で撮った音。ライブ版で、あ、出ますかね、これ途中のやつって。何の曲かけます？これ何でもいいですよ。大丈夫です。何でしたっけ、トラック。じゃあ、あれがいいじゃないですか。うん、青い目のステラ。青い目のステラ。はい、皆さん、これ、ご存知と思います。はい、9曲目の、はいです。トラック9ですね。はい。聞いてみましょう。はい。見知らぬ街でお前を思う黄昏、雨がまた降り始め
はい、ということでね、ちょっとね、曲はね、違ってた。これ生放送のいいところなんですけど、すいません。いくつかあるんですか？何？そうだね、ライブだから。じゃあこれですね、これ聞いてみましょう。
はい、ということでですね、レイニーウッド with 高一中村、青い目のステラということね、素晴らしいですよね、ライブの臨場感が出てね、急に僕も変わるでしょ、他の本番なんてろくでもない話今までしてたんだけどいやでもね、なんかこう力強さというか、あの柳ジョージさんって、僕横浜に20年ぐらい住んでたんですよ。でそのやっぱり柳ジョージさんのやっぱあの語学友とかね、お友達とかと会う機会もあり、まあ、あの事務所 の、 あの社長さんともね、あのお友達になりみたいなことあったんですよ。あや丹下さんも、そうそうそう、あの、あ本当一緒に行きたいですね今度ねいや僕、僕だから誰の、はい、はい、はい、ラゾンナ、おお、どえ、そ、日曜日、小石さん、レニュードウィズ中村浩一でライブやりますので、それじゃあね、ちょっとまずもう最初からその話しましょうか、はいはい、あのこれはあまずね、このアルバムっていうかライブ、はい、これ2016年ですね、はい、夏っていうか、あ、あ、冬です、冬ですね、これいつ発売になるんですか、これね、あのもういつ発売しようか勝手次第なんですけども、あ、ど6月2日に、うん、あの博多のゲイツセブンっていうところで、ゲイツセブン、はい、博多、あそこでライブ、ね、うん、ふるさとですね、はいはい、そっから、あ、まあ一応これは会場と あとはレニウッドの、はい、あのなんですか、フェイスブックのオフィシャルの、はいはい、あそこでしか売らない限定なんですよね。なるほどね、はい、だからライブ会場で お買い求めになるか、僕の方に、私たちの事務所の、うん、あのオフィシャルの方に言ってもらえるしかないんですけども、はいはい、そこでまあ売り始めようかなと思って。そうですね、はい、あの今ね、あの昔みたいにあのレコード会社がね CD を売るっていうか、うん、まあなかなか売れづらいんですけども、ね、逆にね、うん、ライブに来る人が増えてるんですよね、うんうんうん、いや逆に増えてて、うんうんうん、それであのまあやっぱり自分で持って売り歩くとかね、うん、そういうパターンが一番基本ですよね。まあそれはね、リンゴ1個売っていくらもらうって、ね、商売基本ですからね。そうですよね、業商やりましょう、業商です、ね、だからね、安くしてるんです、これこれであの2000円です。お、ああ本当ですか、これ何曲入り、13曲、本当もう最近目がほらあ本当だみたいな、うん、ああそうですね、素晴らしいですね、これ楽しみです、はい、それで、ライブの話なんですけども、はい、7月そうですね、東京では、あの7月の、はい、まずね7月7日に、うん、あのレイニーウッドの3人だけでアコースティックライブを横浜のパラダイスカフェっていうところでやって、あ、横浜パラダイスカフェ、はい、で8、9と土日で、原宿のラドンナで、ラドンナ、原宿ラドンナですね、はい、7月の8、9が原宿ラドンナ、はい、でもうね8日はねもうほとんどもうソールドアウトみたいですね。え、中村さんもすごいな、すごい人気ですよね、うん、そうですね、やっぱ昔からすごいんだろうけど、僕は、ほらだって J-WOLK ってヒット曲もあるし、僕一曲もないからね、これ自慢なんだけど一曲もないからもうあれですよ、あのだから一回だけ徳間の頃に表彰されたことはあるんですよね、あのああシルバーディスクいただいて、ああそうですか、柳葉くん の 作あの曲を僕が作詞作曲してたん、はい、その時ねお会いしてるんですよ、会場で、あら霞ヶ関ビルのね、霞ヶ関ビルの上が会場だったんです、悪友さんとかまだ来てて、なんか立食パーティーみたいな、そうそうそうですよね、なんか、はい、覚えてるな、それでジギーとかロックバンドがいたんだけども、あのジェイウォークの方々もいて、みんなタキシードで来てたのよ、何来たの、いや持ってねえし、いやなんかね、あそういうジギーだったのかな僕汚いジーパンと革ジャンかなんかで、そうした僕らはもうヒットショーの時はそんな格好で行ってましたよ結構五木ひろしさんだけはねサンローラン来てましたけどねあそうあそう五木ひろし、あの吉幾三さんも来てたのよその時、あのまあ吉さんはね、あの雪国で売れてたからその時、 あれでもらったんですよね。でもヒット曲が僕ないですから、中村さんのようにねヒット曲があれば
それがあれですか。歌えなかったな。なかなか歌えなくて、ね、歌わないんです。あ、そう、なかなかね。今辛いとこがありますよね。そういう。だまあでもね、あのおかげさまでパラカフェなんかはもう横浜なんかすぐ30分ぐらいで売り切れちゃうんですけどね。ね。で一応あの1月8日ももうほとんど完売なんですが、9日がね日曜日の方がまだね少しあるんですよね。だからそこでね、あのいや。いつもねキャンセル待ちの方がたくさん出るんですよ、うん、なるほど。でそっちの方中心に、うん、あの入ってもらおうっていうのがあって、まだ少しね空きがあるんですよ、まるで。もしよかったらここの方来てください。で丹下さんなんかもお呼びしてますから。あ、そうですか。はい、ははね、来たら引かなきゃダメですよ。あのご紹介するので、今日ね連日ライブのね高橋真琴さん、ごめんごめん、こんにちは、よろしくお願いいたします。高橋真琴さんです。どうも、松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日動画のキキさんもね一緒にあの楽しくやりましょう。なんか話し込んでしまってね、すいませんですね。知り合い光一君のファンの方が外にいらっしゃって、よかったら中どうぞ。いいですよ、この中で。あ、本当まずい。ということで、いろいろファックスも来てますでしょうか。うん、松下さんの方からちょっと、あ、これ僕が読む。はい、鬱陶しい雨模様ですね。金子義郎さん投げ銭 FM 音中ということでね、皆様お元気でしょうか。本日は素晴らしいゲストを迎え、地蔵坂 YMT、 あ、俺たちのこと地蔵坂、地蔵坂 YMT、 バンド名作ったんで。え、何それ。地蔵、あの横浜に地蔵坂ってあるの。乃木坂45とかあるじゃん。うんうんうん、あれにさ俺たちは地蔵坂 YMT って書いてある。地蔵坂だからね。吉郎、ま、としみじゃないの。地蔵坂 YMT いいじゃんね、これは。がどうお迎え打つか楽しみにしております。不良中年のすすめもうよし、チャルメラそば屋もうよし、楽しくやってくださいという不良中年のすすめは僕の歌ですね。うん、まあ時間があったらやりましょう。はい、ということでチャーリー佐藤さんから今日も投げ銭がですね2万円来てますよ。ほら、やった。2万円ね、2万円ぐらいやっぱ投げ銭欲しいよね。うん、ということでですね、今日中村浩一さん、じゃあ早速ね、なんか生でやってみますか。そうですね。何からいきましょうか。じゃあ、あのご挨拶代わりに、ご挨拶代わりに、雨も降ってることだし、あ、雨になりましたよね。あ、もう今日はもうでかいギター持って雨に泣いてますから、もう、あ、雨に泣いてる。うまいな、またね。ぴったりだ。雨に泣いている。どうぞどうぞ、よかったら入ってください。これもう僕の部屋みたいなもんですから。ということで雨に泣いているっていきましょうか。だからコーラス、これはここい、どうした、いきます、いきます。
ということでね、いい感じの雨の感じがね出てますよね。これも本当に懐かしいですよね。なんていうかな、ま、柳ジョージトリビュートっていう形で、例えばハープの司君とかも ね、 ああね、歌歌ったり、ね、はいはい、司君も何度もね来ていただいて、僕も、まあ、アルバムの中で吹いてもらったりしたんですけども、いろいろありますけども、どういうあれですか、今回 の、 中村浩一さんも。いや、もうそれは、うん、僕ら例に言うとは、はい、やることはこれしかないので。なるほど、ね、ずっと延々これをやってるわけですけど、はいはい、そこに乗っかってもらったという。ああ、でもあれですよね、中村さんの声質っていうのは、はい、優しさの中にその突き抜ける部分がやっぱかなりあるので、うん、柳さんとはまた違った声質ですよね。でもね、うん、柳ジョージになりたかったんですよ。僕らね、昔はツアーでね、昔は、うん、昔そのツアーやった時、函館行った時に、はいはい、イベンターの人が、うんうん、ちょっと今日夜見てやってくださいって、はい、小柳ジョージがいるんですって。小柳ジョージ。見に行ったら、見に行ったら、その彼はまあ、いわゆるディスコかなんかで演奏し、彼はベース弾きなんですよ。そうなんですか。ベース弾きなんです、はい、そうなんです。たまたまベースいなくて、誰がやるって、お前がやれって言われて、仕方なくやって、そこへね、僕らメンバー全員で行って、一番前のテーブルにずらーっと偉そうに座ってね、足投げ出して腕組んで、それで一人がラジカセをポンと置いて、はい、やってみみたいな感じ、そこで歌わされたの。そうなんですよ。そうなんですよ。ライブハウスビビリマスだっす。でね、その頃僕日本語のその楽曲って、もうほとんどというか、まあ歌ってなかったんですよ。そうなんですか。はい、そう、まあ洋楽が多い。そうですね。レイニュートの曲をやったでしょ。そうなんです。でスマイルオミとか ところが柳ジョージとレイニュートを聞いて、デビューした時に聞いて。うんうんうん、祭り林かな、はいはいはい、聞いたの、もう衝撃を受けましてですね。ああ、そうですね。日本語でもいけるんだっていう。確かにそういう時代でしたよね。そこからですね、もうジョージさんのコピーというか、はいはい、喉潰してしゃがれ声にして、ほんで、まあ、そのテープを東京持って帰ってプロデューサーに聞かせて、はいはいはい、これで結局東京に出てくることになったんですね。あ、そうですか。はい、じゃあもうそういうつながりがもうずいぶん前からね。でもね、僕がそのしばらくマネージャーやってて、で辞めて、そっからもう30年はなかったよね。そう、30年ぐらいですね。もう全然会ってなくて。ああ、なるほど。それが去年たまたま、本当にたまたま、ミキさんが、僕ら横浜のライブハウスでね、ライブレストランでライブをやって、はいはい、で僕忘れ物したんですよ。忘れ物が多いの、はいはいはい、で大抵取りに行くのは僕の役目なんですよ、ね、それが滝さんの店、パラダイスカフェ、はいはいはい、それで取りに行ったら今日は中村浩一さんが出ますよって言って、はいはい、だけどもうずっと会ってなかったし、うん、ね、彼もいろいろあったから会いたいかどうかも分かんないし、はいはい、遠慮しようって言ってたら、何を言ってるんだよって言われまして、それでじゃあ見ていきますって、でもう会ったらもう握手した瞬間にハグしてて、よく注意しなかったかなと思って、まあね、いやしかし30年ぶりにそうやってね、またその再会があってという、ね、まあ、ちょうど客席でね、思わずハグしたらお客さんがみんな拍手くれましてね、ハグして拍手もらったら初めてだ。でもね、そういう出会い があって、まあ、今日は中村浩一さんと、レニーウッドの、ミキ山本さんをおいでいただいてるんですけども、やっぱそういうミュージシャンっていろいろ紆余曲折ありますでしょ、うん、で僕も本当にね、和食の職人やってたこともありましたからね、食えなくて、やっぱり、エピックで全然ダメで、和菓子職人みたいなことやってた。朝5時から起きて、5年ぐらいやってました。和菓子職人、そうそうそう、京風料理のね、湯葉とか、あれ和菓子っていうか、まあ、お団子みたいな、笹団子みたいなのもあるんだけども、そういうね時期がやっぱあったんですよ。それでそこでね、ちょうどテレビのお話があって、角田さんの番組、ライブ G ってやってて、はいはいはい、それに出たら、
もうその職人の親父さんとかね、お母さんの連中がね、一丁ら来て TBS に並んだんですよ。いやでも角田さんが、これは年齢層高いよねとか言って、いや実はこうこうこうで言ったら、いや俺ちょっと甘いもん好きなんだよねとかいう話でね、そういうちょっと盛り上がりましたけども、そういうこともありましたけども、まあいろいろ人間あってね、こうやってまたね元気にねやられてるっていうことは、真子さん今日は初めてですか？何がですか？中村浩一さん。中村さん初めてですよね。僕ね、でも、絶対どっかで合ってると思いますけど。合ってると思うんですよ。うん、はい。だって同じぐらいですもんね。面影。でもさ、面影ありますもん。あれじゃない、モンタン&ブラザーズとか。モンタンと、プロじゃない、そんなに変わんないですもんね。そうだね。時期、時期同じぐらいですよ。結構一緒になった覚えが。イベントでなんか一緒になったこともありますし。うん、多分、はい、お会いしてます。でも、はい、モンタン&ブラザーズって僕らより先にヒット出たんですもんね。そうですね。80年。そうそうそう、ね、80年だから。え、本当？いや、もうちょっと前でしょ。79年か。なんか79年の終わりからなんで、ね、で、実際に動き出したのは80年ですね。そうか。いや、あの当時僕らそのちょうど売れ始めた頃で、あのお礼参りで、はい、売れたんだけども、うん、前と同じギャラで、うん、あのツアー回りますって待った時に、うん、いやなんかモンタン&ブラザーズはワンステージ100万で売ってるらしいぜって、当時の100万ってとんでもない金額でしたからね。すげえな、一発で儲けてやめるつもりなんだって、ね、その通り。いろいろね、あの面白い昔話もありましょうがですね、あのまたこうやってね、あのマクさんもまあそうなんですけども、まあ元何々って言われるのはあんまり好きじゃないよね。まあしょうがないですよ、やっちゃったことですから。やっちゃったことって言ったと、でもそういうのがあるって僕は羨ましいですよ。まあ例えばレーニングッドの、あのね、ミキさんとかもそうだし、ジェイ・ボークのって言われるよりもね、あの新井武さんとか、あの内海さんをご紹介した時も、やっぱ元キャロルとか、あのブギーバンドとかっていう風になっちゃうんだけど、今のその内海さんとか新井さんが素敵だったりするんですよね。だから僕はそれをご紹介したいんですよ。でその隠れた昔話とかね、そこでなんでダウンタウンとあのキャロルが一緒に今バンドやってんのみたいな話とか、おそらく面白いと思うんですよ。昔は張り合ってたわけだから。僕はあのダウンタウンさんはね、一緒にね武道館やったことあるんですよ。ね、で絶対向こうの方が大御所なんですよ、僕らも出たばっかりだから、うん、でも僕らが後だったんですよね、うんうんうん、そしたらね、あの時にね、僕宇崎さんはね、ああ大した人だと思ったのはね、まあ本番始まる前に皆さんもう、まあ、エンジニアでよしやるぞってやってらっしゃるんですよ、はいはい、で僕はちょっと離れたところから実はそれ見てたんですね、それで今は奴らの方が売れてると、はいはい、俺たちよりも、だから俺たちは前座なんだと、だけどこれはもう時の今この流れだから、俺たちはこれをひっかくり返すのは俺たちなんだから、頑張ろうみたいなこと言ってんですよね。うん、熱いなと思って、いいバンドだなと思いましたね。なるほどね。宇崎さんすごいなと思いました。宇崎さんね、もうね、あのでその頃その話があった頃、楽屋では柳井さんが、いいなこれうまいなとか酒飲んでましたそういうね面白い話が、ね、たくさんありますけどもですね、じゃあ早速ねファックスいきましょうか、松下さんの方からちょっとご紹介してメール、はい、はい、何でもいいですよ、うん、はいはい、言ってください。じゃあ、はい、金尾さん、誠さん、としみさん、スタッフの皆様、はい、キキさん、そして、ゲストの中村浩一さん、はい、ミッキー山本さん、はい、こんにち は,、はい、こんにちは。気温の変化が激しくついていけない今日この頃、皆様体調は大丈夫ですか？うん、としみさん、風邪は治りましたか？ありがとうございます。治りました。ちょっと俺風邪ひいたね、なんかね。大丈夫でしょうか？本日思い出に残る何も言えなくて夏をリクエストしてもよろしいのでしょうか？ぜひ聞きたい。これはちょっとなんか難しい。ダメです。ダメですって。ごめんなさい。ね、レニューとかですか？ダメなんだよね。清水佳代子さんからいただきました。佳代子さん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。映像も楽しみにしてます。佳代ちゃんライブに来てね。あ、ね、言っておきますね。
パラですか。もう一ついきますか。はい、ミキさん、はい、博多のミキさんですね。博多ね。花尾さん、誠さん、としみさん、山田ディレクター、こんにちは。今日は朝の6時に家を出て、うん、おそらく今頃眠気と戦っているはずのオイラです、うん、そして中村さん、ミッキーさん、はじめまして、ようこそ、はい、お二人とも失礼ながら人生の酸いも甘いも悲しさも切なさも、うん、そしてだからこそ本当の楽しさまで経験なさっているベテランだと思っています、うん、そして何よりいつまでも現役で音楽活動をしていらっしゃることが本当に素晴らしいです。素晴らしい、はい、最近富に感じることですが、やっぱり心が動く音楽が本物のように感じています、はい、今日はそんな体験を何度も味わえるものと期待しています、うん、長々ちょっとありますがリクエストちょっといただいてるんで、うんうん、ちょっと言いますかね。青い目のステラ、先ほど、はい、ね、ライブバージョンで聴いていただきました、うん、金尾さん、オンユアサイド、道だけど何でも OK、はい、本当はミッキーさんと誠さんのクリームも聞きたいけど、あ、クリーム書いています。ミッキーさん、ちょっとありがとうございます。途中ちょっと割愛しました。誠先生、クリームね、ワンフレーズだけということで、あ、いいかも ね、うん、ね、ミキさん、博多のミキさん、ありがとうございます、博多といえばですね、今度ゲストセブンで、はい、6月2日でしたよね、2日、はい、レニーウッド&中村浩一、ウィズ中村浩一ですね、うん、ライブやりますのでね、はい、ぜひね、博多の方もね、お越しいただきたいと思います、ね、2日に博多やって、はい、3日4日と広島のジャイブで、ジャイブ、はい、あ、そうですか、はい、あ、素晴らしいですね。ジャイブってね、あのレニューのキーボードの上綱がやってる店なんですよ。そうです、そうだったんですか。そうです、あ、そうですか。金尾さん行かれたらいいんじゃないですか。あ、ぜひご紹介くださいよ、はい、上綱喜びますよ。本当だから7月9日来てください来たら歌わなきゃいけないですよいいっす、いいっす、あ、本当、うん、まあ、こういうので広がっていくといいよね、なんかね、またね、やっぱりね、いや最近ね、この番組に出たいっていう人が毎週連絡あるんですよ。っていうか、僕初めてもう9年目なんですけど、でその最初の頃はね、もう誰も耳もしなかったんですよで今はほら、サイマルラジオとか、うん、もう全国、まあ、リアルタイム聞けますし、うん、海外の方とかも楽しみにしてる方が増えてきたんですけど、毎週来るんだけど、ただやっぱりね、こう初心を忘れるべからずっていうかね、誰でもっていう感じじゃなくて、やっぱり僕好きにやらせてもらってるんでやっぱりそういう人たちをね、ご紹介したいな、できるだけね。だからすごく大変な方もいらっしゃるじゃない。だからもってこう、そのメジャーな路線とか、なんていうかな、紅白が夢なんですっていう方もいらっしゃるし、でちょっと違うんだよね、紅白が夢で他のもうちょっといい番組があると思いますので、僕この紅白出たからです。いや、でも紅白は羨ましいよギャラが急に変わるからね、紅白出たらで、まあね、地方の方も覚えていただけるっていう、うん、いいんだけど、ただやっぱそこも考えながらね、番組続けていかなきゃなとか思うんですけどもね、やっぱりやっぱ素敵な音楽をずっと長年やられてる方とか、割と新しい方でも、あ、この子すごいいい詩の世界持ってたりとか、うんうん、声質が良かったりとかっていうね、そういうのもご紹介したいんですけども、うん、いわゆるこうメジャーな宣伝だったらね、僕の番組はやめた方がいいと思う逆効果になりますからね、あそこ出たのって言われる僕もね、昔入間の方でね、はいはいはい、FM のコミュニティでやったことあるんですよ、1時間番組。そうですか、うん、その時はね、本当にね、しこしことやってただけでしたね。今みたいにネットがね、こんだけ普及してなかったですから。そうですよね、はい、5年ぐらい前からね、そういう風になったんですよ、ね、今は本当にどこでも聞けますからね。そうなんですよ、うん、だからエリアが狭いとかというのはあんまり問題じゃないですよ。そうですね、で発信その代わり続けるというか、うん、そうですね、し続けていれば、うん、誰かの、ね、耳、うん、お耳に止まったり、まあ、今度動画も撮ってますんで、うん、ね、目に触れたりとかということありますんで、うん、諦めず頑張っていこうと思います、はい、それでね、生演奏なんかやりましょう。あ、どうしましょうか。これ中村さんの中村さん曲フォーレバーヤングやりますか。この曲じゃないですか、ね、こっちがいい。いや、どうしてもいいですよ、うん、どっちがいいですか。いいですよやりやすいのはこっちがいいです。フォーレバーヤング、はい、じゃあヘダリンを。ヘダリン、はい、
がいい、はい、あ、いきますか、はい、ヘイダリンがやりやすいそうです。あ、先生曲が簡単なんでこれはあの柳と練乳とか作った一番最初のオリジナル曲です。あ、そうですか、はい、あ、そうでしたか、はい、まあ、どうしますか、もう少し近寄った方がいいよね。あ、そうです、そうです、はい、声もです、はい、Hey darling Hey darling 1, 2, 3, 4。この歌が柳ジョージさんの最初にレニウッドの最初、そう、最初のオリジナル、ああそうでしたか、はい、はやっぱりなんかずっと、うん、いつ聴いてもなんか いいね、そうですね、雰囲気が、はい、ね、色あせないというかそうですね、普遍性がありますよね、そうですよね、素晴らしいですね、また中村浩一さんの声がね、うん、ぴったりきてますよね、はい、じゃないんですよね、自分の中ではね、自分の中では、そうですか、でもね、
京一さんのね、あれが僕の頭の中にもずっとこびりついてる。いや、それはね、本当、やっぱりね、レイニュードのファンの方って、誰がボーカルでもね、メンバー以外のボーカルは許されないんですよ。なるほどね。もう全然違和感が、やっぱり嬢ちゃんですからね。だけど、光一くんだけはね、みんな OK なんです。なるほど。やっぱり僕らの関係も、まあ、よくご存知ですから、ファンの方はね。光一ちゃんは OK なんですよね。そういうことですね。今ですよね、昔柳ジョージとレイニュートのファン、モロファンだった頃、の頃ですけど、あの頃よりも今の方が聞いてますね、レイニュートの CD を、音源を。まあ、中村さんと、まあ、しばらくこういうレニウッド、ウィズ中村浩一、浩一中村っていう感じでやられてると思うんですけど、まあ、今後どういう展開になるんですかね。いや、淡々とこれをやっていくでしょうね、多分ね。はい、で、それを一応メインストリームにして、はい、あと、まあ、何が CD が出ました、何がしばらくってこう、うん、枝葉が伸びていけばいいなという、うんうん、でもそれはもうさすがにね。業界も長いですから、焦ってどうなるもんでもなし、まあ、一歩一歩淡々とやっていこうかなと思ってます。ああ、そうですね。はい、本当にね、素敵な、今日もうお聞きになった方もね、感動されたと思うんですけども、やっぱ中村浩一さんの声とね、はい、ね、三木山本さんのこの喋りのうまさ。いや、何やってんいや、もちろんベースは元よりね、もう素晴らしいんですけども、またよろしくお願いいたします。で、頑張っていただきたいと思います。はい、もうあっという間のね、はい、あれですけど、まだもうちょっと時間ありましょうかね。なんか生でいきますか。じゃあ中村浩一さん、ね、もう僕リクエスト来てたけど、いいか、僕は今日は。うん、なんか歌ってもね、歌ってみますか。なんかあるコード。何が？ないよね。コード持ってきてないの。これあんまりないんだけど。それだったら分かるよ。大丈夫だよ。これ？うん、これでこれやったらってこれ分かる？まこちゃん。もう不良中年の勧め、なんかリクエスト来てましたね。チャーリー佐藤さん。やりますか。不良中年、なんで僕が勧めてるかっていうのはね、あるんですけども、不良中年の勧めありますか。あ、ギターもなんか僕は歌わなくていいかなと思って用意してなかったど。うシャッフル、シャッフルですね。こんな感じ、待って、そうやってみますか。これマイク、そうか、これはい、これをベースに、はい、これベースにいいですかね。そっちがベースだね、これ曲がんないんですよ、はい、ラジオのお聞きを皆さんね、これがあれこれあれこれ言ってますから、このね、4個のマイクあるんだけども、こう首が曲がるのと曲がんないのがあるんでね、曲がるのは私借金で首が曲がる、そう僕もそれ言おうとしたんで、ね、さすがもうね、大体同世代になると分かりますよねじゃあチャーリー佐藤さんのリクエストで、不良中年のすすめありますか。ワン、ツー、スリー、フォー。なー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 。生まれても蹴られても、眠れない。
カラオケ用のね、不良中年のすすめをお届けしましたけども、チャーリー佐藤さんのリクエストありがとうございます。ということで今日は、中村浩一さん、三木山本さんに、はい、おいでいただいておりますけどもですね、最後じゃあなんか歌で、あの中村さんの歌で、これ途中に本当はね、もう時間の配分がね、いや、いや、まあ別に、うん、そう、これで締めますか。いや、なんかね、中村さんの声をね、聞きたい途中でいいですか。え、加納さんはいいのよ。加納さんの CD は僕の車のね、ヘビロテですから。マジっすか。すいません、いい加減の男ですいません。ろくでなしって言われてますからね。張りがありますよね。いやいやいや。あ、肌ですか。肌肌するんだけど。エステ行ってる。いや、僕同じ年で昭和29年生まれです。僕ら。馬年だ。馬年。馬年。でも先輩だからなんか、ね、大先輩です。大先輩ですからね。大先輩一番年上じゃない。いや、まあまあ、まあね。死者後にすると70ですから。すごいよね。よくそういう、ね、でしかしそういう声を保つっていうのは何かあるんですか。何もしてないです。本当？はい。この人ねすごいんですよ。食べるものはもう肉しか食わない。あ、そうですか。もうものすごい大食い。まこっちゃんと正反対ですよね。じゃあ、ですか。この方はストイックな方なんだ。ストイックじゃないです。今本当一日一食ですか。今もすごいな。よくそれで生きてられるよね。そうそう。いや、あの希望というか夢は何も食べないですから。でもね、僕聞きましたよ。トップスのチョコレートケーキ、うん、一切れだけ人にやって、うん、あと全部自分が食ったっていう。うん、昔はね、ケーキ大好きだったね。だからお昼ご飯ケーキワンホールとかね。うわ。そうなんだ。太ってなかったんですか、その。全然太んない。あ、この話で終わっちゃうから、なんか本当に少しぐらいしかないんですけど、短めになんかあります。僕が一番最後に歌うと適当にカットできるんでよかったんですけど、ちょっとさっき歌ってしまったので、じゃあもう一回ラララララ。いやいやいや、それは。いや、中村さんの声はちょっと聞きたいな、少しだけでも。なんか、うん、じゃあ、うん、フォーエバーヤングで途中で締めましょう。あ、そうか、はい、しましょうか。フォーエバーヤング。ように、あと
取ったらどうなっていくの、今感じることも感じなくなるの、でも僕はやるよ、まだまだやれるよ、ですね、高橋誠さんの素敵なギターで今日お別れになりますけども、やっぱり中村浩一さんね、今日素晴らしい歌ありがとうございました。ミッキー山本さんありがとうございました。またね、ぜひお会いできることを楽しみにしております。松下俊美さんありがとうございます。キさんもどうもありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。 See you next time. バイバイ。バイバイ。また